はい、どうも、ヤベピーです。今回はですね、ヘッドスパをしてあげると嘘をついて勝手に髪を染めてみたドッキリやってみたいと思います。サブチャンネルのヨメピーチャンネルの方の撮影に使うからっていうことで、夫婦のまったり動画を撮りたいっていうので撮影に誘います。今回は特別にヘッドスパマッサージしてあげるよっていう風に言って、実際はヘッドスパではなくね、こいつを使ってハスキーくんの髪をこんな風に仕上げていきたいと思います。シャカシャカーってね、癒しの時間をちゃんとプレゼントする。ちゃんとそこまではもうすごくね、気持ちいい最高の時間を演出してあげます。私も人の髪を染めたことがないので、ちょっとうまくできるかわかんないんですけど、まあ多分大丈夫でしょう。というわけでやってみたいと思います。ハスキーくん、ちょっと何してんの何してんの何してんの。いや、最近ちょっと僕の秘密基地を見つけまして。いやいや、全然秘密ではない、隠れてないけど、なんかちょっと狭くて暗いとこで落ち着かへん猫か何用でしょう。はい、ハスキーくん、ちょっと暗いから出てきて、あなたの顔全然見えないから。ヘッドスパをヨメピーがしてあげます。サブちゃんで。うん、なるほどね。なんか別に受け狙いとかじゃなくて、ただ、まあ、夫婦のイチャイチャマッサージしてあげる動画。それは俺がしてあげた方がいいんじゃない。ヨメピーチャンネルよこれ。うん、まあでもヨメピーが旦那をいたわる動画。あれ？あ、そう。うん、ちょっと ASMR 的なとこもあるじゃん。なんかシャンプーのシャコシャコする音って気持ちいいじゃん。うん、それも兼ねて。兼ねんなそれ兼ねて収録すな嫁ピーチャンネルはあなたにとって得ばっかりだね。この前もチョコもらったし。うん、そうだな、うん、そういう嫁ピーチャンネルどんどん稼働してくれよお風呂場でやろう。じゃあ俺ワックスつけてるから、これ取った方がいいよな。ちょっと一回濡らしてくれ。うん、そうだね。これ映っとる？映っとるのか？できたよ。うん、髪乾かして待っといて。ちょっと、あ、開けないで。スパの液作ってるから。髪乾かすの？うん、どうせ濡らすんじゃん、シャンプーじゃん。シャンプーじゃないよ、髪乾いた状態でやるの。そうそうそう、ちょっとサプライズのさ、なんかいい匂いするやつだから見せたくない。はい、何ですかこれ。この目隠しをして、もう完全にシャットアウトして、なんていうの、あ、もうそういうヒーリング的な。そう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 。何の音だ。え、だからその液の音だよ。ちゃんとスーパー液を使ってるから。そんなスーパー液使わんでもシャンプーでええのに。いや、ダメだよ、ひんやり加減が気持ちいい。これはまだ今スパの状態じゃないの。うん、前段階。なんか最初にこのヒーリングのこの液をですね、染み込ませる段階でやってからマッサージしてあげる。いや、こんなんが普通に売ってるんですね。もう家庭でもだからスパができるって。そうそうそう、なんかアジアンシトラスの香りって書いてた。アジアンシトラスってなんだろうね。あ、でもなんか確かにシトラスっぽいわ。これをちょっとマッサージの前に10分くらい放置して浸透させる、このヒーリング液を。あるわそういうの。ちょっと10分置きますとかなすごい、あれやろ、スチームとか炊いてさ。そう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 、うん、5から10分放置ですか。はい。はい、ではちょっとね、この液も浸透してきたと思うので、うん、続いて頭皮マッサージしていきます。いいですね。あー、いいですか。うん、なんか痒いところとかありますか。痒い場所ありませんかっつって、ほんまに隠す人いるんかな。え、痒
か、そういうことじゃないの。あ、そうなの。うん、痒いとこありませんかって言ったところをこうやってゴシ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 ってシャンプーしてくれる。あ、そうなんや、うん、俺いつも大丈夫ですって言っちゃうからさ、うん、あれ痒いとこないですかって言われて、うん、痒いですって言ったらどうなるのって思ってさいや言ってみよう今度。でもさ、ここ痒いですって結構さ、うん、頭の部位のなんていうの、うん、緯度と経度を言うの難しくないいやまあまあまあそうね。つむじからちょっと斜め左上とかさ、うん、どこってならへん気持ちいい。いや本当にいい力加減ですね。あ、やった。毎週 4MP チャンネルやってほしいですね。一瞬だった。なんかあの全体的に頭がピリピリしてきた。ピリピリしてきた、うん、え、じゃあなんでなんでだろう。ピリピリ、さっきひんやりとか気持ちいいとか言ってたのに。ひんやりとポカポカとピリピリがこう全部混ざった感じ。なんか不快じゃないそれひんやりとポカポカとピリピリそうやばないそれ。はい、それでは、はい、そろそろこのね液も流していきたいと思いますよ。肩って語源はそういうことやろ。え、そうなん硬いから。そう、昔の人はこう肩って言ってここ触ったら肩ってなったから肩になって。はい、はい、終了です。ありがとうございます。癒されましたか。癒されましたね。お触りは良かったです。あー、眩しい照明があるからね。眩しい癒されましたか。うん、良かったです。このね、これやっぱ良かったわ。あの集中できた、ほぼ寝れた。というわけで、マスキーくんのヘッドスパでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いいよ。はい、まあなんか今、おまけみたいな感じで言ってるわ。オフショットなるほど、それいいかもな、うん、オフショット俺らも撮るか、うん、メインの方でな。あのミュージックビデオとかであるやんかあ、そう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 。はい、オッケーでーすの後のみんなで今もこれまで使ってるんでしょうん、そう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 、そんな感じ。 あるわあるね、それ、うん、大丈夫、なんかピリピリしたとか言ってたけど治った。え、寝てるやん、もう寝てるやん。眠たいやろ、片付けましょう。片付けますよ。めっちゃオフショット。いや、まだオフショットです。片付けもオフショットっすか、うん、しかも片付けは俺がやるっていうね。あ、いいじゃん、2600円も使って癒してあげたんだからさ。まあ、そりゃそうっすね、うん。これは、うん、マジちょっとカラーバターとかじゃなくて、あ、ヘアバターとかじゃなくて、違うよ違うよ、染め剤を買ってきてやってます。しかもこれ何色？グレーアッシュ。やばいやつやんイケてるやん、マジで。しかもなんかすっごい今髪型ダッサいし、これまたヨメピーのブロー力、ま、ブロー力やばいよちょっと待って、せめてもうちょっとかっこいいあれにしてくれよ。ドッキリだよ。ほんとやん、これ何色なの？グレーアッシュ、グレーアッシュ、かっちょいいやろ。かっちょいいんか、これ髪型がな、まだわからない髪型が髪型やから、ダッサくなってんのよ。しかも、いい匂いするとか言ってめっちゃ笑いたかったんだけどいや、いい匂いやったって。本当に、うん、シトラスなわけないやろプラシーボですね、完全にそれでなんか10分とか待ったってこと。そう、なんかあのコメ欄でさ、うん、金髪やめみたいな、うん、やめってなんやねんって思いながらもまあじゃあ染めるかとは思ってた、ね、思いつつ
斜め方向に染まった斜めどころじゃない270度くらい逆にバックしてるわ進んでパッと見だとなんかもうあれね、いや俺まだ受け入れきれてへんで、あすごい、何この話を進めてんの勝手にまだ俺心の中でこれ受け止めきれてへんから、うまいコメントお願いしますさっきのバックが精一杯これ俺トサカアナしか見たことないいやん、トサカヘアーになりましたってというわけでドッキリ大成功、ドッキリじゃないし、ドッキリじゃないし、本物大成功、本物大成功、すごいパワーワークやな、はい、ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。もしこの夫婦ちょっと応援してもいいかなと思ったらチャンネル登録ポチッとも、応援したくもええでーという方は高評価コメントもよろしくお願いします。 Twitter のフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。